チャレンジド徳さんチャンネルの徳さんです。はい、皆さんお元気ですか？はい、今日はですね、ちょっとまたね、メールの方で、質問が入ってきたので、その質問に答えていきたいなっていうふうに思っています。はい、今日の質問はですね、今、脊髄損傷で家にいるんだけれども、外出が、ほとんどできてないんですと、いうことなんですね。で、まあ、詳しく、まあ、いろいろ書いてはあるんですけども、まあ、もちろん、家の事情だったりとか、介護者の問題だったりとかね、いろんな問題はあると思いますけれどもね、そのあたりについてちょっとね、お答えしていきたいなっていうふうに思っています。はい。先ほどの質問に答えていきたいなっていうふうに思っているんですけど、まずこれ見てください。ね、これ普通に S 字フックですよね。ダイソーでもどこでも売ってると思います。これの使い方一つでいろいろ変わってきます。私はこれを最初何に使ってたかというと、外に出るときに私、脊髄空洞症で握力を失ったときに、玄関のドアを開けれなかったんですね。ドアノブがつかめなかったので。で、私これを、こう、手に引っ掛けて、ドアノブにかけて、ぐっとこう、やってね、外出をしてましたよ。この、100円ショップで売ってる S 字フック一つ、これが重要な自助具になるんですね。自助具ってね、自分でこう使うんですけど、それを何かの助けになるものですね。そういう道具に使うことができるね。はい、これで何をしたかというと、やっぱ外に出るということです。それが2年前に脊髄空洞症になって、握力を全て失って、腕の力も失って、呼吸も弱くなった。その時にやっぱり外出しなくなった。ただ外に出なくなるっていうことはすごく私の中ではすごく辛くてね、もともと外出することが大好きだったから、ね、だから外に出るためにどうしたらいいかっていうことを一生懸命考えました。外出するなんて普通の人からすれば当たり前でね、なんでそんなことをわざわざ考えると思うでしょう。でも私たち障害がある人たちにとっては、例えば障害がある姿を見られたくないという人もいます。これは男性も女性もそうです、ね、車椅子で出るのが怖いという人もいます。いろんな方がいます。だからそれをね、みんなハードルが実は高いんですね。障害があっても外に出て、ね、いろんなものを見ていただきたいし、感じていただきたいし、ね、風の音だったり匂いだったりね、暑さ、寒さ、雨だったり雪だったりいろいろありますよね。そういったことをぜひね、体験してほしいと思います。そうすれば少しずつ少しずつね、外に出れるように、もう玄関から先だけでいいんです。でもね、一人で出れない障害のレベルの人もいます。そういう方は無理はしてはいけません、ね、私が言っているのは外に出ることが可能な方々。よく家族とご相談をして外に出ることを少しずつ練習をする、それもリハビリテーションの一つだと思います。そうすれば季節を感じれる、あるいは人と出会うことがある、挨拶を交わす、ね、素敵な女性とあるいは素敵な男性と出会うかもしれない、それが楽しくなるかもしれない、あるいは犬や猫、鳥、ね、そういったものと出会うかもしれない、いろんなチャンスやいろんな驚きっていうものがまた生まれてきますね。ぜひね、皆さん試してみていただければと思います。外に出る、意外にハードルが高いですけど、少しずつやることで必ず実現できます。チャレンジド徳さんチャンネルでした。それでは。